はい、久しぶりの、竹ぐるでーす。瀬柴田多治見店のね、本店の裏にあります、歩いたら2分ぐらいで来れるんじゃないかな、ラーメン森田さんでーす。最近よく来てますね。実はここで本店が蟹市にありまして、蟹市がミシュランプレートを取ってます。人気のお店です。いつも行列ができておりますが、今は、ちょうど終わり寸前なので、ちょっといいタイミングで来ちゃいました。これ行ってみます。はい、来ました。カツオと煮干し系、魚介系のスープです。そこに飛騨の、たまり醤油がアクセントとなってる、そんな森田さんのラーメンです。実食です。あのね、カツオが効いた、スープですね。というかね、僕はね、実はね、もうこの半年ぐらいで、もう10回ぐらい来てます。はい、麺も細麺ですね。完食です。はい、完食。はい、では完食でございました。また来ます。ありがとうございました。はい、はい、多治見のグルメを紹介する竹ぐる、第12弾でございます。今日はですね、皆さんもご存知、多治見の人はご存知ですね、のぶみさんと言いましてね、食事どころ居酒屋さん、夜だけしかやってないんですが、5時半からの営業なんですが、ランチはやってませんが、ここのなんといっても、味噌伝が超有名でございます。これね、食べたらやみつきになりますよ。はい、味噌伝、やっぱり名古屋、東海、このエリアはやっぱり味噌伝ですね。はい、じゃあでは行ってみましょう。というところでですね、美人三姉妹だね。美人三姉妹がやってるのぶみさんね、マサイ。はい、はい、ちょっとマスク取ってくれないのがちょっと残念ですが、というところで、名物のダーンと、これが、おでんですね。味噌おでんですね。はい、今日はですね、実はたまたまですね、野球部の先輩と来ておりましてというところでございまして、いきなりです。はい、はい、で、味噌おでん、これですね、実は大根が3日間煮込んであって、あとこの豚肉もですね、3日間煮込んであるわけですね。これ赤味噌 100% ですか、マサエ。赤味噌 100% です。はい、わかりました。というところで、はい、これがめちゃうまいんですね。ですね、先輩。うまいですね、うまいですね、うまいですね、うまいですね。はい、はい、はい、ではいただきます。はい、じゃあ、いただきます。これ3日間煮込んだ大根、これはですね、見て、ちょっと脇坂さん、ちょっと今声が入ってるので、ちょっと一回聞きましょう。落ちました。後で編集するんでいいんですけど、いきますよ。で、僕の顔撮ったり、ここ撮ったりしてもらえればいいから、もう寄ってもらってもいいんで。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ、3
日間煮込んだ、味噌おでん、この大根、非常に人気です。ちょっと先輩寄ってもらっていいですか。ぐーっと寄ってもらって、そうです。ゆっくりね。はい。じゃあ、いきますね。このあの、まあ、味噌の甘みもちろんなんですけど、この大根の甘みが素晴らしい、こう甘みがジューッとこう出てきますね。さすが3日間煮込むだけあって、これ大根のねおでんだけでもいいかなっていうぐらいすごい味ですよこれ、うん、でちょっとねあの大根特有の酸味もあったりとかで、これはね絶対食べるべき、馴染みに来たら。で、豚バラ、これ豚バラ、これも3日間煮込んであります。これは白飯がいるね、白飯が、うん、あとこのちょっと先輩寄ってもらっていいですか。この卵とあとは厚揚げ、あとはこのこんにゃくですね。名古屋にも あるかな。でもね、多治見でないとこののぶみのあの味噌おでんはやっぱ食べれないんでね、ぜひともこれは食べてもらいたいな。これ絶対大根マスター、これちょっとやっちゃいましたけどね、この大根マストです。これ実は隣にいる先輩が実は食べたくて待ってるんですけど、申し訳ないなと思う。昔30年前だったらぶっ殺されてますけどねこれね。というところで、あの非常に大根食べに来るだけでもいいかもねこれ。創業38年ぐらいだね。はいはいですね。いやーこれはすごい。これも3日間ね煮込んで、これはさすがですね。いやーこれはこれは絶対ご飯が進むな。これお持ち帰りも大丈夫ですね、雅也さん。はい、実はおかわりです。はい、という前に、おい何を言ってるんですかというところで、これで、はい、はい、というところで二皿目でーす、はい、この大根の染み具合が、染み具合がたまりませんね。わかりますかね、これ見ていただいて、この大根の染み具合、この卵ね、最高ですね。今回は、多治見で有名な味噌おでんのお店、のぶみさんの、ご紹介でした。ぜひとも、皆さんお越しください、週末はだいぶ混み合っちゃってね、あれですだと思いますけど、ぜひとも、多治見に来たら、おでんのお持ち帰りもねできるそうなので、ぜひともよろしく、僕もたまに来ます。ではまた、チャオチャオ。